レーザーついててパンチも持ってる。こいつやばい。こんなん強すぎるよ。これズルだよ。で、このレーザーそう簡単に落ちてないよね。これ、こう次で10戦目だけど、1回しかこのレーザー見てない。えぐ？もう人いたらパンチングで倒すしかないかもしれない。パンチングで行くわ。もうパンチする。銃とか撃ってる場合じゃないんだわ、きっと。みんなパンチかレーザーついてるもんね。それか車に引き殺してくるか。あまりにもひどい。ビッグロイ取れないんか。むずい、マジで。ちょっと頑張れませんね。頑張ってるけど頑張れませんね。難しいですね、普通に。どこ行こう、どうしよう。どこに落ちてるんだ、あのレーザーは。このマークついてるのは何？ボスがいるよみたいなやつか。ボスかな？庭に行くわ、じゃあ最初に行った。そこに行って、まずレーザーみたいなのを見つけて、パンチンググローブも見つけて、あわよくばジェットパックも見つけるっていう。いや、だいぶいいもの持ってたはずなんだけど、やっぱ自分が下手すぎるから何も使えないで終わっちゃった。逃げることしかできん、あんな追い込まれたら。パンチンググローブとりあえず見つけて、とっとと、それでボコボコにするしかないんだ。よしよしよし。はいはい。いいあれか、いい宝箱じゃなきゃ出ないのか。この普通のから出たっけ、なんか覚えてないわ。もうやべえ、近くに王者いるわ。前回の最悪なとこに来てしまったかも。あ、シャンパン。いるじゃん。え、キモ。無理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 だって。いや無理。いや待って待って、勘弁勘弁。待って、本当に待って、もう一回やらせて。最後これはちょっと無理です。もうしょうもない、マジやばいな。集中力切れるとこんなことになるのか。何もしてないじゃん自分。なんでグローブも見つけてないし、こいつ人のシャンパン盗んで開けてるわ。今のはなしってことで、脳幹で。すみません、許せないな今の。よし、次次次
次だよ次。ちょっと今のマジなしってことで。びっくりだわ。で、降りてすぐやられるってこういうことなのよ。たまーにあるんよ。もうマジでどこ降りよう。ここは？ここ行った？いや多分なんだかんだ通って行ってるんだろうな。やばい通り過ぎちゃった。ちょっとせめてもうちょっとマシな順位で終わりたいよ。失礼。よしよし、あよし、これパンチ出るわ。いやーふざけんなよマジで。盾だったんだが、一発目せっかく宝箱いいやつだったのに最悪だわ。とりあえず飲んで撃たれても大丈夫なようにしとかないとダメだね。よし、めっちゃ広いここ。ここ来てないかもしれない、記憶がないだけか。やべえ人いる。また終わる、また終わっちまうよ。マジでやめて。待って、ショットガン欲しいか。うわ無理、死んでくれ。ありがとうございます本当に。マジで危なかった、すみません本当に申し訳ないです。もう盾も使えってな、盾持ってるんだって使え自分マジで。何のために持ってんだよ。かわいいステージみたいな。え、ちょっと挟まってんだけど弾が。よしよしよし、一旦しのいだから大丈夫っしょ。でさっき89位だったもんね。やべ来てるわ。でもなんか敵が、何ここ、そんなに人いる感じなの。やったね。危ねえマジで。こんなんで死んでられないんですよ。もう最後ですから本当に。言うてなんかあの宝箱1個しかない感じか。ここ1個しかいい宝箱。はあ、パンチング欲しいけどな。いや盾マジ無理。あった、お願い。ホバージェットじゃん。飛べるやつ来た。で、盾捨てます。いいよね、盾は。よし、あとレーザーと、
パンチングを手に入れたら勝ち。あわよくば雇いたい。いい宝箱ってどこにあるんだ、決まってんのか場所。喋れる人が近くにいる。バナナがいる。ピールバリンだって。ちょっとよくわからないけど、ありがとうございました。やべ、バナナ盾にしよう。おい、ふざけんな。イエーイ。あいつはバナナを怒らせたんだ。ねえやめて、自分もやんの。痛い、バナナ痛い。バナナ追いかけてくんな、マジでよ。さよなら、お世話になりました。え、追いかけてきてる？もしかして。あいつ倒したらどうなるの？当たらんわ、下手すぎて。遠いし。あ、なんか持ち場に戻ったからもういいわ。え、本当に？あれバナナの足音だよね。え、ちょっとだるいな、あいつ。え、来てるわ。え、来てる？怒ってるよ。バナナにはやられません。バナナにはやられたくない。バナナ怒ってこっち来てね。めっちゃ持ち場離れんじゃん、こいつ。バナナさ、倒したらさ、いい武器手に入らん。ガチ的？あれガチ的じゃないか？え、なんか奥にもいる。うわー、パンチングマシーン持ってるわ。関わんない方がいいやつだ。え、でもなんか怖いな、こっちに来てるかも。車乗ったわ。よし、消えてった。消えてねえ。ちょっと逃げよう、怖いもん。バナナはあれなんだね、素手でやってきたよね。爪みたいな、ウルバリンみたいな感じの攻撃で追いかけてきた。怖え、マジで。まだまだ広いな。あ、もう近いわ、すぐだ。41人。あ、あれに行けばもしかしたらあるかもしれん。あ、でもバカ遠いな。遠い。ちょっと遠すぎるかも。400m。やべ、敵いる。なるだけ関わらん。あー、でもやり合ってるからもう行かれちゃったかもしんない。あの倉庫みたいな、お金めっちゃ入ってるとこ。厳しい。絶対そうだよね、絶対倉庫のとこだわ。
あ、もういるもん。やめとこ、こっちまで来たけど。このままだと負けちまう。パンチングマシンがないと勝てないって、これ。どうしたらいいの、マジで。持っててもパンチングマシーンも使えるかどうか怪しいしな、自分。最後にやっぱ銃を構えてしまうんですよ。まだ35人もいるもんだって、多すぎるんだよ。近く？あ、いたわ。やべえ、バレてる、バレてるわ。私バレてる。別の敵？別の敵かもしんない。どういうことなの？え、ここにいる人たち今死んだってことはここ空いてるのでは？いやでも中にワンちゃんいるのかな、これどうなんだろう。え、怖っ。これ中で待っててどうする。え、開けられてないかも。そう、開いてない。え、これ持ってるんですね、ホバージェットさん。あ、来た、来たぞ。よし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 、これとあとパンチングを持って戦いに挑めば。あー、パンチングがないです。バーストアサルトライフル、これなんだ。いや、アサルトアサルトになっちゃう。わかんねえ、わかんねえよ、もう。いいや、もう行こう。来るし、もう。なになに？あとパンチングが。やっと見つけたのに。初見だよ、ありがとうございます。多分これでやめると思います。わからないけど、ちょっとビグロイ取れてないっていう。裂け目か、人かと思った。これ島の下危ないかもしれないな。これの下人が来るかも。電車が。やばいかもしれない。人のいないところに行きたい。怖い。結構狭まってきてるな。あと11人か。ん？裂け目？もう、え？あれ人じゃないよね。あ、裂け目だよね。もう全部人に見える。病気になっちゃったかもしれない。もうここで一旦隠れよう。怖いので。マイクラ脱獄マジで面白かったです。嬉しい。私じゃないんですけど、いろねさんの動画見てくれてありがとうございます。
これどうしよう、危険な、いや天空島みたいなとこ誰かいるわ、やばいやばいやばい、誰かいる、上に誰かいるわ、私が撃たれてるのか、違う、知らない、自分じゃないと信じて逃げる、いやパンチングマシンどっかで拾えないかな、やばいな、ここなんかちょっとやばい気がする、怖い、ちょっと嫌な予感がする、これ何なんだろう、お、入れるんだ、やけどみたいになったんですけど、最悪、効いてないって、そこの救急パッドみたいなのもらおう、最悪、踏んづけたらダメ食らったわ、でもここだったら誰も入ってこなそうだな、入っといた方が良かったのかな、入って真ん中がなんか、え、待って、やばい、人いたわ、え、今いたよね、いるわ、めっちゃ逃げてる、空飛べるんだ、あの人もやっぱ空飛べる人が残るんだ、どっか行っちまった、飛んでそっち側行って、はい、入るアンチに、あと5人、こっち側やばくない、もう海じゃん、戻ってきちゃった、普通に、あと5人ってこんな海しかないのに、レーダー頑張って探してくれ、頼むから、もう無理無理、自分の力じゃ何もできん、パンチング見つからなかったし、え、みんな下に降りたのか、うわ、え、マジで？やばくね？この新しいストームの目のやつがやばい場所。やば、降りる、降り、降りる、降りる、降りたいけど、ここで落ちたら海だ。危ねえ。あと3人。もうバレないように。二人になるのを待つしかねえ、どうしようまたこの流れ、最後だしビクロイ取りたいよ、これで、これで取っていい気持ちで終わりたいよ、やべ終わった、なんでこっち来んだよ、ふざけんなマジ
でふざけんな。え、マジふざけんな。こんなん死んだやん。負けだよこんなの。相手がなんか間違いでストームとかで死なない限り無理だって。待って、ないの？なんか包帯みたいな持ってねえ。もうダメだ。私はもう終わりです。どうしよう。あと一人どこにいるの？もうなえる。本当にやってらんない。最悪だ。どっかにさ救急セットとか落ちてないかな。ないよね。そうだよね。終わったかもしれん。また2位かよ。なんで今たまたま勝てたんだよ。逆にもう体力がないから。どこ？こっち？どうしよう。もう最悪だ。ストームで死んでくれ。なんか勝手に、あ、いた？今いたかも人。なんか黒いのが見えたんだけど、気のせいかな。あれ人じゃないの？あそこにいるの。やっぱ人だ。飛んでるわ。もう私体力ないんです。お願い死んで。お願いやめて。ねえ、ずるい。それは聞いてない。マジでしょうもねえ。しょうもない。一番しょうもないって。また2位や。もう無理やもん。だってパンチングないもん。体力もないし。ってことで2位しか取れませんでした。もうマジでムカつくんだけど。悔しすぎる。なんで？ちょっと待って、これいけるか。いやでもここでやめた方がいいかな。次やってなんか50段位とかだったらちょっとあれだもんね。